ちゃ、こんにちは。はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間です。はい、そうです。まあ交流戦の前、うん、最後のカードになったけども、はい、まあ今からそうだけどもね、交流戦は何が起こるのかなみたいな、うん、ねえ、ちょっと怖、入るのが怖いような、まあ、そういうチームもあれば、いや交流戦でちょっと流れを変えたいというね、まあそういうチームはあるだろうし、やっぱ状態のいいチームはちょっとドキドキというか、まあちょっと用心して入らないとね、何が起こるかわからないし、逆はこれをきっかけにみたいなところですか、うん、まあそうだね。ただその前に、うん、やっぱこの3連戦はしっかり戦っときたいよね、交流戦の前だしね。はい、はい、こう次はいよいよ交流戦ということで、まあ気持ちを入れて、おそらく各チームとも戦ったはずなんだよね。はいはい、それでカンバやちいちゃん、今日もね、はい、どっか変えたかな今日はね、分かる人は分かるでしょう。はい、はい、ということで、はい、はい、こうなりましたということで、セリーグから見ていきますが、はい、今回は全部ホームチームは勝ち越しということでいいですね。そうだね、はい、はい、中日が2勝1敗、はい、阪神、広島は3連勝ということで、はい、そう、はい、ねえ、はい、ということで、うん、まあ説明をしていきたいと思いますが、はい、まあ、まずは中日と DeNA、はい、ね、DeNA はもう状態が悪い、うん、ね、いうところでバンテリンドームに入っていったけども、はい、中日が小笠原、うん、松葉、高橋宏斗、はい、ね、DeNA がガゼルマン、バウアー、大貫という、うん、ね、1試合目1対0、はい、中日が勝つという、中日がエースと4番で勝負を決めるというね、うん、小笠原7回103球、3安打9三振、無失点という、はい、9三振を取ったことによって、うん、まあ、三振の数が54個、うん、これはセ・リーグトップに立ったということね、うん、で石川は5号ソロ、はい、この1点を守りきったということ、ね、うん、で8回にね、うん、小笠原を7回に小笠原を変えるんだよね、はい、中日が、うん、いやーこれね、8回投げさせて、もうこの1対0で小笠原は今日の状態だったら絶対抑えるから、うん、マルティネスに直結した方がいいとか思ってたのね、うんうん、まあ、だけど代打を送るんだよね、はい、で8回に絶対チャンスが来ると思ってたの、うん、だから楠本が先頭打者で祖父江からツーベース打って、うん、ノーアウトランナー2塁、ほら変わっちゃったと思ったらここで、はい、バントだよね、当然1点を取りに行くのに、うんうん、で代打山本、はい、バント失敗、うん、あこれは痛かったね。その後、まあ、佐野と関根が続くんだけど、はい、まあ、その時に福が、ね、佐野三振、はい、関根三振ということでマルティネスへつないで、うん、まあ、勝ったと、はい、でこのヒーローインタビューで、うん、福が、ちょっといいですかということで、はい、ね、ドラゴンズファンの方、うん、ちょっと待っててくださいと、うん、すいませんということで、はい、DeNA のファンの皆さんと、うん、ということで、いや三島さんからね、うん、三島君からもらったエールが、今の自分を支えてますと、うん、でどういうことかというと、はい、まあ、SNS とかでもね、うん、書かれてるんだけども、はい、三島投手が奥さんから絶対大丈夫って、うん、だよって、うん、国指定のね、難病に、そうですね、黄色靭帯国家症というね、そう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 、国指定の難病にね、うん、で、はい、三島と福がね、それに難病にかかってしまったというね、同じ病気で、うん、ね、同じ時期にね、うん、で、三島は復活を遂げたと、はい、で、その時に、まあヒーローインタビューの時に、うん、中日ファンにボールにね、うん、あの副投手も絶対大丈夫って言って、うん、投げ込んでたんだよね、あの三島投手が、うん、ね、でそれが拡散されてて、うん、それを聞いたね福が、うん、まあ、頑張れたというね、うん、まあなんか心温まるというかさ、なんか非常にそのたすきをつなぐんじゃなくてボールをつないでいったというね、うん、だから非常にいい話だったなっていう、ね、これ1対0でね、中日が勝った、うん、DeNA が負けたということ以外にね、うん、あの非常に素晴らしいゲームだったなっていうね、ね、うん、なんかこの試合の前にも三島投手と再会して意見交換したりっていうようなこともあったみたいで、ね、うん、はい、でも2人ともね、うん、こうやって一軍のマウンドに立ててて、うん、だからすごく良かったなと思うし、うん、またはその同じ病気でね苦しんでる人たちに、う
絶対治るからっていうね、うん、2人ともエールを送ってるから頑張ってほしいなと思う。ねえ、三島投手もこう復帰後はね、いい調子で来てますので、 ね、 そうだね、本当にまあ素晴らしかったという、うん、ね、2試合目、はい、ね、松葉とバウアーはどうなのかという、はい、ね、気になりますよね、はい、3対2で、中日が勝つという、うん、まあ牧のタイムリーで先制するんだけども、うん、細川の2本のホームラン、うん、4打数4安打ね、うん、もう打ちまくりということで2対2、はい、ね、9回、まあ、ヒットを送って、うんうん、村松の、まあ、ランナーセカンドでね、はい、1塁内安打の間にダイソー伊藤がホームに帰ってサヨナラという、うん、だからね、これ難しいのはファーストが取った時にピッチャーがこうベースカバーに行くんだよね、はい、でその時は三島だったんだけど、うん、行って、そしたらセカンドランナーってもう本当にホームに打った瞬間から帰る気持ちで行ってるから、うん、ああ間に合わなかったのかなって。でももう少し用心しておけば、うん、ホームでさせないタイミングでは俺はなかったと思うんだけども、うん、この守り方がどうだったのかっていうね、うん、まあ一つの疑問があるけども、はい、まあ中日はこれで連勝したんだよね、うん、でまあ打線とすれば細川の2本のホームランで2点を取り、最後サヨナラを決めるというね、はい、まあ、やっぱこう渋いというかさ、うん、やっぱこう打線ってなかなかつながらんなとは思うんだけども、そうですね、まあ初戦もその石川のね、うん、ホームランだけでしょ、うんうん、だからなかなか苦しい中やっぱ投手力が頑張ってるよね。ただやっぱりこう流れが変わってきた中日のね、はい、まあ、ミシエドがスリーラン打つとかさ、うんうん、前回の3連戦でね、はい、だからまあビシエドは打ってないんだけども、なんか気分的にはみんなこう明るくやってるのかなっていうような感じがね、うん、するかな、うん、はい、それでサヨナラという、はい、で3戦目、はい、高橋宏斗と大貫、うん、3対1で DeNA、はい、まあ、大貫が今季初勝利ということでね、うん、まあ、8回3分の2、もうちょっとでさ関東完封いけたんだけどね、うん、まあ117球4安打1失点というね、はい、まあそうだな、完封しといてほしかったな、できればね。ここはもうということは山崎投手が出てこないで、ね、そうそうそう、いうことですか。いやいや、まあ山崎も、うん、山崎もおそらくよ準備はしてたと思うんだけども、うん、いやこの調子だったら大貫完封しちゃうなとか完封しちゃうなと思ってたんだけど、うん、ちょっと危ないシーンだったからね、うん、だからまあちょっと変えたんだけども、まあ連敗を止めるというね、うん、やっと大貫がこう大貫らしい形で帰ってきたかなという、うん、まあ、今季初勝利というね、はい、ただ一方中日の方は前回柳が勝った、うん、でやっぱ高橋宏斗も負けてはないんだけどもさ、うん、今日は負け、うん、で6回100球3失点、まあ、押し出しから、まあ、関根に2点タイムリーを打たれるんだけども、うん、ノースリーになって、うん、まあ、置きに行った球が佐野に押し出し、押し出せないよね、うん、なんか置きに行ったような球だったんだよね。いやもう投げ切らなきゃダメだよこのピッチャーは、うん、で2アウトだったしさ、まあ、押し出しを嫌ったのかなと思うけども、まあ、ここら辺やっぱこうそういうピンチに強くなっていかないとね、うん、高橋宏斗は ね今1勝6敗ということになってしまいましたけど、そう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 、だからこれをやっぱ勝ち星とひっくり返すぐらいの感じじゃないと、うん、まあ、ちょっと困るよね中日の方は ね、はいはい、はい、続きまして、はい、まあこの3連戦の中で、うん、どこが注目かって言ったらやっぱ阪神とジャイアンツ、ね、まあ、ジャイアンツも調子を上げてきた、はい、そこでの甲子園での3連戦、うん、これはちょっと見ものだなと思ってね、うん、で阪神の方が桐敷、はい、大竹、才木、うん、巨人は横川、グリフィン、松井というね、うん、まあ新生のピッチャーがいたりだとか、調子のいいピッチャーがいたり伸び盛りのピッチャーがいたりというね、うん、まあ、非常に、期待をされた、まあ、3連戦で1戦目、はい、桐敷対横川、うん、2対1阪神、うん、ね、桐敷が、プロ入り初勝利、はい、まあ、6回にね打席が回ってくるんだよね、はい、で先頭バッター出たのね、うん、で代打かなと思ったら、うん、もう6回投げ切ったし、はい、そしたら岡田監督生かすんだよね、うん、うん、でバントさせるの、まあ失敗はしたけども、はい、あ投げさすんだと思って結局7回投げて、
93球5安打、うん、10三振、はい、1失点という、はい、フォアボールの一つでね、うん、はい、それでなさ10三振取るんだよ、うん、だすごいなと思って、うん、逆転してもらってね、勝ち投手の権利が出てきて、はい、もう湯浅に変えるんだよ。で湯浅も久しぶりに戻ってきた、ちょっと球は荒れてたけども、やっぱさすがにね、やっぱまっすぐ力あるね。で岩崎ということで逃げ切るというね、はい、岩崎ですね、岩崎ね、はい、はい、で森下が同点タイムリー、うん、木浪の儀比ということでね、はい、勝ち越して2対1、うん、でねこの時にやっぱりね、阪神と巨人の、うん、その育て方なのか考え方なのかわからないけども、横川の方が内容的にはねすごく良かったんだよ、うん、で横川は6回80球3安打、うん、まあ三振は6三振というふうに切り式よりは少ないけども、うん、まあ無失点で交代をしたんだよ、はい、四死球なしでね、四死球なしで、はい、でね今シーズン6回以降に投げたことなし、うん、横川は、うん、で100球以上は投げさせてないのよ、はい、で結局7回に鈴木が捕まるんだよね、うん、で2対1で負けるという、はい、で切り式は岡田監督は打席が回ってきたけど生かしたんだよね、負けてても、うん、はい、だからここら辺のね駆け引きがどうだったのかなっていう、まあ球団と、まあ、監督の方針っていうのがあるよね、若手を育てるのに、うん、まあ、壊してはいけないし、だから経験もさせてない7回を生かすのはやっぱ危険だというふうに考えたのかもわからないしね、原監督はね、まあ、そこを、うん、要は反対の采配というかな感じですけど、まあそうだね、うん、打席が回ってくる回ってこないもあったしね、そうですよね、うん、でそれで結果は阪神が勝ったということですから、そうそうそう、うん、いやだからまあ勝てば官軍と言ってね、うん、まあ岡田監督の方が正解だったということかもわからないけども、うん、まあチームの事情もあるよね、まあそうですよね、うん、調子とかね、そういうこともね、うん、はい、はい、まあ見事な采配だったと思います、はい、はい、2戦目大竹対グリフィン、うん、ね、3対2で阪神、また1点差ですね、また1点差なんだ、はい、7回近本中野のタイムリーで一挙に3点を挙げ、うん、この勝ちのね、うん、大竹にプレゼントをするという、うん、やっぱグリフィンが頑張ってたんだけどさ、うん、錦を絡んでんだよねその時に、うんうん、それが点になってんだよ、だから非常にやっぱもったいなかったなっていうのがね、フォアボールのランナー、うん、それを返しちゃうとやっぱ大量点につながるというね、うん、でグリフィンも頑張ってたんだけども、まあ、そこで降板と、うん、で9回ブリンソンの、まあ、ホームランで2点追い上げるんだけども、まあ届かずというね、うん、まあ、阪神のやっぱこうそこら辺のピッチャーっていうのは、まあ、点は完璧にやらないということではないけども、はい、だけどやっぱりこう最後の最後で点はやらないよね、うん、だからやっぱ強いなっていうふうに投手力が強いなと思うのと、まあ、大竹、はい、7回90球6安打7三振、まあ無失点、もう緩急自在だね、うん、で低めに落とす、ね、インサイド突っ込む、ヒーローインタビューで、うん、泣いてました、はい、まあ泣いてたというか投げ終えた時も泣いてたんだけどもさ、うん、なんかすごく一体感を感じたと、うん、チームのやっぱ勝たしてあげようとかね、そういう気持ちが伝わったんじゃないの、うんうん、だからそれがすごく嬉しかったと思うしね、はい、でもそうやって泣けるほど、うん、やっぱこうチームの力を感じるとかさ、みんなの心を感じるっていうのはやっぱ素敵なことだね、本当ですね、あーチームのね中の雰囲気もいいんでしょうね、いいんだろうね、うん、で負けなしの6勝というね、はい、もうこれは単独で1位ですね、そうだ ね、 ね、はい、だから、まあ、阪神来てよかったねと思ってさ、うん、はい、はい、ね、で3戦目、はい、で佐伯と町、うん、4対1で阪神、はい、ね、ミエセスが先制ホームラン、はい、ね、松井は5回98球、うん、5安打1失点、うん、ゲームはちゃんと作ったよ松井はね、うん、この前初先発からね、はい、今日2戦目だったけど非常にやっぱゲームを作れるというかね、うん、そういう投手ですよ、はい、で才木は7回3分の2、うん、122球3安打、うん、10三振、はい、1失点というね、はい、いややっぱり三振をよく
取るね、うん、阪神のピッチャーはね、うん、で7回に秋広のホームランで追いつかれるんだよね。はい、秋広のあのホームランっていうのもあれ多分フォークだったと思うけど弾丸ライナーでいくね、軽々運ぶという、うん、でもねあのスイングはねやっぱり秋広にしてはドンピシャのタイミングだったよ、うん、だからパーンと触れてた感じがするよね、うんうんうん、まあ、それでも他の選手よりはちょっと鈍い感じはするけども、うん、だけど打球は飛ぶんだよ、うん、で逆風だったけどライナーだから風に乗るというか逆にね、なるほど、うん、だから見事なホームランで追いつくんだけど、はい、その裏、うん、阪神が3点を取るというね、うん、でまあ木浪が出て、はい、最近にバントさせるんだけどもさ、はい、大城が悪送球するんだよねセンターに。そうでしたね、うん、まあそれが非常に痛かったと思うんだけども、はい、まあピンチが広がってまあ中野にね高梨が四球、うん、まあいいボールだったんだけどボール1個もないぐらいのボールだったんだけど、はい、やっぱ中野が見極めて、うん、まあ三上にスイッチ、それからノイジーがセンター前、うん、大山が、2点タイムリーという、うん、一気に勝負を決めたというね、はい、でノイジーも当たってなかったんだけどそこまでは、うん、だけどなんか勝負どころでは何かしてくれる外国人だね、うん、で大山もスライダーをノイジーが打って次はインサイドのまっすぐツーシームを引っ張ってツーベースというね、はい、だからなんかこう打線のつながり狙い球がしっかりしてるというね、まあそんな感じがするよね、うん、でこの時もね岡田監督が最強を変えたタイミングっていうのは、はい、代打梶谷が出てきた時に岩里に変えるんだよ。だからやっぱりこう岡田監督が考えてるいやらしいバッターが出たタイミングでパーンと変えるんだよね、うん、それで原監督も代打の代打、ウォーカーを出してきたんだけどやっぱそういう駆け引きっていうのがなんかこの阪神巨人戦、まあ、岡田監督原監督っていうのはやっぱこう経験豊富なだけにその駆け引きが裏に誰がいる誰が出てきた時にはすぐこうやろうとか、だからあたふたしないんだよ、うんうん、ポンポーンと決めもう決まってるというかさ、もうそうきたらこういきますみたいなのがそうそうそうあるんですね。ああだから非常に面白い3連戦だったけども、うんうん、やっぱ阪神の強さが浮き彫りになった、うんうん、あの3連戦だったかなと思うね。はい、はい、阪神のミエセス選手はこうねピースをしてすごい喜んでる姿が今話題になっているそうですねギャルピースで。まあね大阪のおばちゃんって言われてるけど ね、まあ本当に愛嬌があるけども、うん、いや本当に仕事してくれるし ね真面目だし、うん、いやノイジーとミエセスっていうのは、うん、やっぱ強い時のヤクルトのオスナサンタナになる可能性があるよ。なるほど、うんうん、まあ両方外野手だけどもね、はい、うん、だけどそういう可能性があるというね、非常に怖い外国人になってきてるよ。そうですよね、うん、それとのギャップがまたいいんでしょうね。まあね、はい、はい、ということで、はい、広島カープ対ヤクルト次にね、はい、3対0というか3勝0敗というね、はい、広島が、広島は黒原、うん、森下アンダーソン、はい、まあ、ヤクルトは高梨、うん、ピーターズ小川、はい、ということで始まりました、はい、初戦うん、6対4広島、はい、ね、1回から3回までに高梨が6点取られる、うん、これはね連敗中きついわ。そうですね、あやっぱね、うん、それはねちょっと勘弁してよっていうような立ち上がりになっちゃったよね、うん、そう3回まで毎回ね、そうそうそう、うん、その中で田中康介のスリーランが大きかったね、はい、がもう非常に効いて、黒原はね、うん、21年のドラフト1位、そうですね、うん、はい、プロ初先発、うん、6点もらうけど3回3分の1、70球、うん、7安打、うん、6三振、3失点で、はい、やっぱねこのまま投げたら6失点しちゃうかなっていうような、うん、そんなちょっと不安定さがあった。立ち上がりはすごく良かったんだけどさ、はい、やっぱりいきなり点数どんどんと入ってくるわけだからなんかこれ絶対勝てるぞみたいな、ちょっと欲も変えたと思うんだよね。なるほど、あで先を急いだというかさ、うん、5回まで行けばみたいな、そういうところで投げ急ぎっていうのがちょっとあったね。うん、だからもったいなかったよ。うん、あ焦りもあったんだろうな、ドラフト1位でプロ入り初先発で、うん、いきなり6点もらってこれは5回までって思ったのが、まあそうは
行かなかったと。まあヤクルトも連敗中だから必死だよね、うん、ただ結果的にはヤクルトが負けて、ヤクルトは泥沼の8連敗というね、19年以来、はい、5月23日以来の4年ぶりということで ね、 そうですね、まあ第一戦はね、うん、はい、まあ一つぐらい勝つだろうと思って、次森下とピーターズ、はい、ね、4対1で広島、うん、森下が今季初勝利、はい、まあいいピッチングはしてたんだけど勝ち星に恵まれなかったというね、うんうん、まあそういうことなんだけど、はい、7回105球3安打、うん、9三振無失点という、はい、まあ、7回に石川のタイムリー、8回には菊池と、代打坂倉のタイムリーで3点を挙げて、はい、まあ、勝負を決めるということなんだけども、うん、まあ広島もなんか坂倉がめちゃくちゃ当たってたんだよね、うん、相澤に変えて、はい、坂倉がね代打に出てくるという、うん、ちょっと余裕を感じるんだよね、うん、広島はね、うん、まあ相性もあるんだろうけど、はい、森下をね、うん、引っ張るのには相澤かなっていうことで、まあ、使っていくんだけどもさ、まあでも勝負どころで坂倉が出てきてね、うん、タイムリーを上げるという、まあ、これで9連敗はい、ヤクルトはね、うん、ただねやっぱメンバー見ると塩見がいない、山田が戦列から離れた、うん、で青木がやっぱその特例でね、うん、ちょっと離れてるとか、メンバーが揃わないし、やっぱここに青木とかねベテランがいたら行こうぜみたいなさ、鼓舞するところもあるんだろうけどもさ、やっぱ今メンバー見てると、まあ村上はい、ぐらいが行こうぜっていうぐらいしかないもんね。あとはみんな自分のことで精一杯というかさ、そういうメンバーたちが出てきてるから、これはちょっとヤクルト苦しいなと思ってね、うん、まあこの試合で9連敗を食らうんだけどもね、はい、で、まあ、最後の3連戦、あ3試合目、はい、アンダーソン、うん、と小川で3対1、うん、広島ということね、でこの試合菊池の先頭打者ホームランでスタートするんだよね、はい、今のヤクルトってさ1点先制されるともうずーんと重いと思うんだよ、うん、これを菊池が先頭打者ホームランを打って、やっぱそういう気持ちにさせるっていうところが、やっぱこう広島の今ちょっと調子が上り調子になってきた、まあ、証拠かなということもあるよね、うん、で5回には上本の2点タイムリーという、まあ、1、2番の躍動、うん、まあ、素晴らしかったなと思うんだけども、はい、まあ、投げてはアンダーソンが7回83球4安打6三振1失点というね、はい、で、まあ、ヤクルトの方もいいところないかなと思うんだけども、まあ、村上がね、まあ、9号のホームランを打ってるという、うん、だからヤクルトは10連敗のまま、連敗したまま交流戦に入らなきゃいけないというね、うん、ちょっと苦しいなと思ってね、一つ勝ちが欲しかったですね、やっぱ止めたらいいよ ね、 ね、やっぱ10連敗って相当重いからね、本当そうですね、だからどん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 こう借金は膨らむしさ、うん、今現在最下位は中日かな、うん、だけど昨年の優勝チームが最下位になるってないからね、なかなかね、しかももう今 0.5 ゲーム差しかないですからね、そうなんだよね、うん、だからまあこのままの状態で交流戦に入らなきゃいけないっていうのはさ、やっぱちょっと辛いよね、うん、まあ、なぜかというとやっぱもっと点取れなくなるよ、あーそうですね、これなぜかというとパリーグのピッチャーがいいからね、だからもう本当に頑張ってほしいなと思うよね、はい、はい、というセリーグの3連戦でした、はい、でチームの状態浮き彫りもう分かるよね、うん、まあ、中日はね広島であの柳が勝ったりだとかさ、ビシエドがスリーランを打ったりだとか、うん、非常に状態を上げてきてるし、あいいなと思ってたのが、うん、あのそのまま出たという、うん、まあ、DeNA の方はちょっと打てなくなってきてるんだよね、ちょっと状態バッティングの状態がちょっと落ちてるという、うん、だから点が取れない、はい、そういうところで2勝1敗という、うん、阪神タイガースとジャイアンツ、やっぱ投手力だよねここはね、投手力の差が出たかなというね、まあ1点差1点差なんだけどもさ、はい、でまあ最後は3点差か、うん、まあ、やっぱ阪神の状態はいいね、今はもうどこも勝てないだろうっていうぐらいので、岡田監督が冴えてるね、やっぱ打つ手打つ手が当たる、
やっぱりこうね、あの試合後のインタビュー聞いていてもね、そのこれはできすぎよって言ってたね。いや3つぐらいでええんよとか言ってたよ、貯金はな本当に言ってたけど、でも岡田監督は春先からそう言ってたからね、うん、いやそんな飛ばす必要ないって、うん、勝負は後半だからって、だからもう最初から行かなくていいんだって、貯金なんか2つ3つあったり5割切れなかったらいいよって言ってた、本当に言ってたんだから。言ってたのにこの結果っていうのは、それがすごいな、ね、すごい貯金を作り出してるというさいやだからこれはまだ鞭を入れてる状態じゃなくて、うん、こういう状態になってると。本当で打てない、いや点を豊か守るというよりも点取ることやぞとかいう話をしてたんだけど、うん、打つ打つな、ね、ちょっとオープン戦で大山がちょっと心配だったんだけど、うん、でもやっぱ本茶に入ってきてやっぱどっしり4番に座ってくれてるよね、うん、あこれも大きいなと思うし、うん、まあ、佐藤輝明もね、うん、状態上げてきてるしさ、ね、俺はもう1、2番はいいし、まあ、今のところは言うことないよね。はい、で木浪がやっぱこうポイント握ってるね、うん、やっぱ木浪が下位から上位につないでくるから、うん、やっぱ1、2番が生きるしね、で1、2番がやっぱ優秀だからさ、そこでチャンスを広げてノイジとか大山、はい、サトテルに渡すから、うん、あら点は入るよね。ねえ、セリーグではちょっと独走のような形になってますけど、ね、はい、はいはい、まあ交流戦あるからね、うん、あの交流戦では阪神タイガースやっぱマークされると思うしね。そうですね、ああ、まあ、どういう戦いになるか、はい、はい、ということでした。パ・リーグです。はい、パ・リーグはこう、はい、では、ソフトバンクとロッテは2試合で1勝1敗でした、はい、楽天、日本ハムは楽天2勝1敗の勝ち越し、はい、西武とオリックスはオリックスが2勝1敗の勝ち越しでした。はい、はい、ね、ソフトバンク対ロッテ、はい、ね、ロッテの状態いいよ、うん、ね、石川と藤井、ロッテは種市と佐々木朗希、はい、佐々木朗希は久しぶりだからね。そうですね、23日ぶりというね、うん、はい、1試合目6対5、はい、延長の末ソフトバンクが勝つという、へい、はい、12回でへいと聞こえました、勝てないみたいなそんな感じだったけどね、はい、はいはい、1試合目、はい、種市が5回まで5失点、ね、前回ものすごく良かったんだけどさ、はい、まあ、この試合は5失点という振るわない、うん、で石川は4回までで3失点106球とゲームを先発投手が作れない、うん、4回までに106球って相当投げてるからね。そうですよね、いかに悪かったかということね。ただし、うん、系統に入るとさ、この両チームって非常にピッチャーがいいんで、なかなか点が入らないんだよね。まあ牧原が種市からね、牧原お帰りなさいということ、はい、ね、ね、なんていうの、同点ツーラン、はい、打って、もうずっとそこから点が入らずに延長12回まで行くんだよね、うん、で決着はやっぱこの男、うん、柳田が一四一三塁からライト前のヒット、うん、まあこれで勝負を決めるというね、はい、やっぱり役者が帰ってきたかなっていうような感じがするよね、一人、うんうん、まあ、マキアラというピースがね、はい、うん、やっぱマキアラがいないと一つのポジション誰にしようかというね、非常に試行錯誤しながら、うん、まあ、やってた部分を、まあ、帰ってくることによってくれて埋まるというね、うん、非常にマキアラの力っていうのはすごくやっぱ存在感も含めて大きいんだなっていうのを感じさせてくれたよね。そうですね、はいはい、はい、で2試合目、うん、藤井と佐々木、はい、9対5でロッテが勝つという、うん、まあ、佐々木朗希が勝ったというね、これ打線に助けられた部分もあって、うん、まあ、佐々木朗希が悪かったというわけじゃないんだけども、はい、まあ、3番に入る中村が上がってきたね、うん、まあ、初回ツーランホームランで援護点、うん、まあ、この試合は3打数3打3打点の活躍というね、それともう一人、はい、ポランコ、うん、4番に入る、うん、2安打5打点、うん、ね、スリーラン1本ということで、うん、まあ、軸が打って勝ったっていうのはすごくロッテにとっては心強い結果になったかなという、うん、ロッテはね、まあ、3番中村はずっと固定で使ってるんだけども、はい、4番をいろいろ変えてきてたんだよね今まで、うんうんうん、でこの前の試合も4番ポランコが、で今日の試合も4番で使ったんだけども、はい、結果を出し始めてるよね。ただまだ1割台なんだよ、打率がね、うんうん、だけどもやっぱ4番にポランコがしっかり軸として固まってくれると、
やっぱホームランも打てるし、うん、打点も上げてくれるし、うん、だからこれはやっぱロッテっていうのは落ち着いた戦いができてくるなっていうふうに、ん、ちょっとポランコ次第で本当に優勝っていうのが見えてくるよう な、はい、そんな感じもするような、うん、まあ、ポランコだよね。だからポランコが頑張れるか頑張れないかは大きいと思うよ。ね、でもこのままね、うん、調子が上がっていきというか、まあ、今の状態で4番に居続けられたら、うん、とってはかなりいいところに、いや、いいことですよね。いや、いくと思うよ、うん、で今日のね、久々の佐々木朗希、はい、6回82球3安打、うん、9三振、はい、2失点というね、はい、マックスは164キロという、うんうんうん、ね、まあ問題なかったかなというね、問題ないかな、ね、うん、問題なかったかなというような感じがするけど、うん、まあ9三振も取ってるし ね、 そうですね、6回投げた半分は三振だから、うん、本当ですね、9三振ということは ね、 ね、はい、サイニングは三振で片付けてるということだから、うん、まあまあこれからね、また、まあ、調子をもっと上げてくるかなという感じがするよね、うん、それとソフトバンクの藤井、はい、ね、藤本監督が言ってたけど、もうちょっと自信持たなきゃっていうふうに言ってたんだけど、うん、まあ確かにね、もうすごいピッチャーだと思うんだよね、うん、だから心の問題もあると思うんだよ、うん、もっともっとどんどん攻めていけばいいと思うんだけど、うん、なんかちょっとこう引くというか置きに行くというか、これはこの試合に限ってってことではなくて、うん、ちょっとそういう傾向が出る時がある、ね、なるほど、うん、だからもっともっとね、素晴らしい投手だからなんだから、うん、もっと自信を持ってどん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 向かっていってくれると、うん、もっともっと抑えるんじゃないかなっていうような気がする。打者の方が嫌だから、このピッチャーは。なるほど、球速いしフォークあるしっていうことでね、だから自信持って、自信持って ね、 ね、はい、はい、まあ佐々木朗希と投げ合ってるからやっぱ点をやっちゃいけないとか、まあそういうことが多少あったのかなとは思うけどね、うん、うん、っていうのはありますかね、はい、はい、まあ1勝1敗で、終わってますね、この試合はね、はい、佐々木朗希投手は4勝目ということで、はい、はい、楽天対日本ハム、はい、ね、2勝1敗、うん、楽天の方は藤平、松井友孝、庄司、うん、と、はい、日本ハムは伊藤、鈴木、北山と、はい、ね、1試合目4-3で、うん、4対3で楽天、はい、まあ伊藤がね、7回115球、うん、6安打、まあ4失点とは言うけども、うん、これ8回先頭打者お見合いで落としてんだよね、フライをね、あの外野ですね、ああ矢沢と上川端、はい、で江越がちょっと声出しを多分横の方でしてたと思うんだけども、うん、やっぱね、俺伊藤は気の毒だったと思うよ、本当ですね、これはね、うん、8回までね勝って投げてきてて、うん、で8回は投げ切って田中正義にバトンタッチっていう風に思ってたと思うんだけど、うん、やっぱ先頭打者を打ち取ったって言った瞬間に、うん、落とされたらガクってくるよね、うん、で次迎える浅村、はい、そら怖いよ ね、 ね、ホームランを打ってくださいみたいなボールがいっちゃう、これは仕方ないのかなと思うよね、うん、またそのなんていうんですかね、エラーというか、それがお見合いでっていう、また内容もガクッとくる、そうだな、うん、いやもう完全に打ち取ってるし、そうですよね、でね、その状況的には矢沢が声をかけたらしいんだけども、はい、上川端がどかなかったんだね、早く声が聞けたらどいてあげればさ、そうですね、こう死角に入らなければ矢沢取ったと思うんだよ、うん、でもまあどかないからさ、うん、え、声は出したけどどかないのかなとか思っちゃうんだよね、うん、だから矢沢もえっと思ったと思うんだよ、うんうん、まあ相手はルーキーだしさ、矢沢も、そうですね、まあ上川端も若いけどね、まあ、ね、だからそこら、うん、だからそこら辺の連携はさ、もうぶつかっても取れって言われたんだけどね、うん、まあ、今でも言ってると思うんだよ、うん、どっちが取るんじゃない、ぶつかってもいいから取ってくれと、そういうわからない時はね、まあ、うん、そうですね、まあ、矢沢選手はそう1年目だし、怪我もしたらどうのこうのとかいろんなことをよぎると、まあね、やっぱりちょっと引いちゃったのかもしれない、ね、二刀流だしな、二刀流ですよね、本当ね、うん、で浅村が8号ツーランで逆転という、ね、いやここら辺はやっぱベテランはね、精神の精神的な動揺を逃さないよね、うん、見事なホームランだったけど、ただ日本ハムの方は、うん、
まあ、4対3で負ける、その3点っていうのは初回に3点取っただけで、はい、後の中押しダメ押しっていうのは取れてないんだよね、うん、やっぱり1点ずつでも取っとけばさ、やっぱこう楽天に与えるね、うん、影響っていうのはすごくあったと思うんだけど、うん、やっぱちょっと打線が低調になってきてるかなって思うよね。うん、はい、なるほど、はいはい、で2戦目松井智隆、はい、鈴木の投げ合いで3対1で日本が勝つという、うん、まあ、鈴木が5回70球3安打無失点、はい、松井が6回3失点、打線振るわずという援護点ないという、うん、うん、まあ、日本ハムの方はね5回から6回から継投に行くんだけど、はい、やっぱり安定してるね、まあ、非常に。この継投がですか？日本ハムの今年の、うん、まああんまり目立ってないかもわかんないけど、すごくいいんだよね、うん、中継ぎ陣がよく頑張るんだよ、うん、だからこう継投に入った時にはミスがない限りは大体逃げ切るというね、うん、まあ、そういう構図になってるし、まあ、鈴木がね春先から良かったんだけど、はい、ここ2試合ぐらいでダメだったんだよ、うん、まあ、多分疲れだと思うんだけども、うん、まあ、やっぱり疲れがねちょっと取れてきたのかなっていう感じがするし、まあ、安定した投球で4勝目というね、はい、あ、このピッチャーも新庄監督はサイドのパワー系のボールを投げてたんだよね、うん、それをアンダースローに変えさせて、さらに下からなって、はい、うん、遅いボールで勝負できるようになったんだよ。うん、だからこう鈴木もやっぱり新庄監督が育てた一人かなと思うよね、うん、はい、はい、はい、ということで3戦目、はい、庄司と北山、うん、ね、3対2楽天、まあ、両投手ともね勝たしてやりたいぐらいの好投なんだよね、はい、まあ、北山が7回81球1失点、うん、庄司が9回、まあ、勝たしてやりたかったんだろうね、9回まで引っ張って114球3安打2失点というね、はい、で延長12回岡島のレフト前ヒットでサヨナラというね、はい、でやっぱ庄司もね勝たしてやらないと、うん、もうそろそろ疲れが来るよいや本当に、もう本当手もうなんていうの7割方8割方勝ってる試合っていうかさ、うん、あ、勝ちやってもいいぐらいの内容の投球をしてるんだけど、うん、なかなかやっぱり勝ち星が拾えないとさ、ちょっとこれ負のスパイラルに入ってきちゃうからね。そういうケースはね今までもなんか見てるでしょ、ありましたよね、西武の投手で ね、なかなか勝ちがっていうのがありましたね。そうそうそう、うん、だから勝たせられる時に勝たしてやりたいなと思うピッチャーだねこれはね、うんうんうん、で万波のホームランだとか、うん、まあ、そういうので日本ハムはね、打っていくんだけど、うん、日本ハムは4回以降ヒットなし、4回以降5回から全く1本のヒット持ってないという、うん、まあ、これじゃやっぱ勝てないよ、うん、これは負けをこうなんていうの待つしかないし、うんうん、まあ、最低引き分けが最高のゲームだったけど、はい、まあ、それを楽天がね、打っちゃったというね、うん、まあ、そういう試合だった、はい、まあ、試合後にはなんか焼肉決起集会みたいな、楽天 ね、うん、決起集会で焼肉を食う、まあ、そういう効果もあったのかどうかね、わからないけど焼肉って、まあ、みんなでね焼肉を食べるってね、まあでも楽しむんだよ、うんうんうん、だ焼肉ってみんな好きだしさいや俺焼肉食えないんだよっていうやつは見たことないから、聞いたことないですね、野球選手の中でね、うん、だからまあいい気分転換をしてね、はい、交流戦に向かってほしいと思います。はい、はい、最後、うん、ライオンズ対オリックス、はい、松本、高橋、コーナー、平、うん、ね、山岡、山崎福也、宮城、うん、ああこれはいい試合になるだろうなと思いました。はい、はい、1戦目、うん、4対1オリックス、はい、杉本が復帰戦、帰ってきたよラオウが、本当 ね、まあ投げては山岡が6回89球3安打1失点という、うん、まあ課題の6回を投げ切ったというね、はい、今年ね勝投手の権利を取って6回に行ったら途端に乱れて、うん、もう5回までの投手っていう烙印が押されてたんだけどさ、はい、まあ、自分の課題であるね、うん、6回を乗り切ったということで、うんうん、ね、8勝利かな今シーズンね、はい、山岡に杉本が、うん、ね、今日ホームラン打ってやるからみたいなね、試合前にね、頼もしいね本当にね、そんなこと言えるんだみたいな、有言実行ってやったぜみたいな、ね、あ、
だからまあそういうね頼もしい、選手が帰ってきたというね、はい、西武の方は源田が復帰、うんね、1安打1打点1エラーというね、え、何度エラーって言って思うかも分かんない、源田でもエラーするから、ね、やっぱりそこら辺はね試合勘だよね、最初ですよね、うん、試合勘と、うん、あと人工芝がね、うん、今年からなんか西武は新しくなってるみたいで、うん、だからそこら辺の感触もあったのかなとか思うんだよね、うんうん、だけどまあいきなりタイムリーヒットが出て、うん、まあ1安打ということで、まあ今後のね、はい、今後楽しみだし、まあ、西武もね、うん、いろいろあって、うん、非常に流れが悪い、ね、チーム的にね、うんうん、だからそういう意味ではその源田が帰ってきたっていうのは大きいのかなっていうふうに思うよね、はい、ただし試合は負けたという、はい、で2試合目、うん、高橋光成と山崎幸也、うん、3対0、はい、オリックス、うん、え、光成じゃないのって思うけども、うん、やっぱね森のツーラン、うん、で先生、うんね、9回には森のタイムリーで3点全て森に打たれるという、もうこの間までいたのにっていうね、なあいやだからそこら辺は避けて通れなかったのかなっていうね、逆に言えば、あ、そう、まあ確かにね、高橋光成ってすごいピッチャーだよ、はい、だけどやっぱ勝負とすればさ避けるところは避けてもいいんじゃないかっていうような気はするんだよね、全部こう勝負っていうのではなくて、だから西武はね、うん、森に打たれてるケースっていうのは非常に目につくんだよ、うん、特にやっぱ西武とやるとだからここら辺は下げてもいいのかなとか思っちゃうんだよね、うん、森選手も逆に気合が入ってたりはしますよね、やっぱねキャッチャーで受けてただけに、うん、球質とかそうですよね、性格とかも知ってるからここら辺は絶対向かってくるとか、ね、うん、そういうのは読んでんだよね、それをやっぱ裏を書いていかなきゃいけないんですかね、まあ、そうだね、森選手には、はい、うん、で山崎幸也8回96球、はい、7安打、うん、まあ、8回を投げ切るというね、うん、高橋光成は9回を投げ切って110球、うん、7安打3失点援護点なしという、はい、ね、完投負けというね、うん、でこの試合で渡辺健人というね、はい、選手がいるんだけども、うん、やっぱこうおかわり君みたいに体がでかいんだけどもさ、はい、これは4番で使って1安打という、うん、ね、やっぱり4番おかわり君だけではね疲れるし、うん、だからそういう意味ではそのこういう若手がね、うん、4番に抜擢して、まあ、一歩打ったっていうのは次につながるかなというふうにね、うん、思います、はい、はい、で3戦目、うん、平と宮城3対2で、西武、はい、ね、連敗を取りましたか、はい、はい、この試合で広岡がホームラン、うん、移籍後初、ね、広岡って分かってるよね、巨人から行ったオリックスこれね初めてセンター守ったんだよ、おでも中島監督は、うん、もうトレードが決まった瞬間から、うん、外野センターっていうのを考えてたっていうんだよね、で1号ツーランで先制するんだよ、はい、ね、うん、しかし外崎と外崎の犠牲フライ、うん、渡辺健人のタイムリーで同点という、うん、お使った結果が出たじゃないか、ね、2試合目にっていうね、うんうん、で若林が6回に三塁打で勝ち越す、この1点のリードを守り切ったというね、うん、だから広岡もなんか良かったなと思うしね、移籍後初でね、うん、結果が出て、うん、でチームに、まあ、負けちゃったけどもね、うん、まあ、ただそのできるぞみたいなところをアピールできたと思うしね、うん、で渡辺健人、はい、ね、大抜擢で4番に使ってもらって、うん、ね、結果が出た、うん、同点タイムリーかなこれはね、はい、この試合で平、はい、6回98球、うん、3安打、うん、2失点、はい、4四球っていうのがダメだね、ちょっと制球がちょっと乱れたね、はい、勝ちは勝ちですがっていうことですね、そうだね、はい、はい、で宮城5回3分の1、うん、87球10安打、はい、3失点、これ宮城ちょっと10安打打たれるって珍しいね、でも3失点に抑えるっていうのが宮城の投球術なのかなっていうふうに思うけどね、もっとガタガタになってても良さそうなんだけど、ただ宮城はちょっと一瞬登録抹消になったんだよね、はい、ちょっとコロナの疑いっていうかさ、うんうんうん、特例でね、だけど何もないからこう今日投げたんだろうけども、はい、やっぱちょっと
ね、疲労もかなり溜まってると思うわ、もう、ね、彼はシーズン前から ね、 そうだね、 WBC もありましたしね、うん、だからまあ、うん、交流戦っていうのは休みではないけども、うん、疲れを抜いてほしいなと思う ね、 ねでもね、パ・リーグはそういう状態だけど、お帰りなさいね、杉本が帰ってきたりだとか、牧原が帰ってきた、うん、ポランコも調子がお帰りなさいだよ、調子がお帰りなさい、ね、そうそう、4番に座ってみろみたいな ね、 ね、そんな感じがするし、楽天は誰が帰ってきたのか分かんないけど西武ライオンズはね、源田が帰ってきたりだとか、はい、渡辺がね、うん、おお来たかみたいな、うん、で杉本が帰ってきたし、はい、ね、うん、非常になんかこう役者がね、交流戦の前に揃えつつあるのがパ・リーグかなっていうのを思うよ ね、 ね、 ね、佐々木朗希投手は、はい、そうだね、佐々木朗希ね、はい、23日ぶり、ね、ね、マックス164キロ、うん、ね、セ・リーグにどんなピッチングをしてくれるのか、まあ、今から楽しみだけども ね、 ね、はい、ということで、はい、もう次から交流戦です、そうです ね、 ね、交流戦のお伝えの仕方、うん、ちょっと練ります、練りますが変わらなかったりして、まあ、あんまり変わらないと思うけどね、うん、はい、まあただそうだね、まあまあそうだな、あんまり変わらないな、この感じだと変わらないですけど、ね、まあでも交流戦はね、はい、こう今までっていうか通常のレギュラーのね、それぞれのリーグの試合とはちょっと変わるからね、変わりますしね、はいはい、それぞれのチームの選手もね、はい、ルールがちょっとそうだね、どのコーナーありますからね、はい、はい、まあそういうことで、はい、次をお伝えするのは交流戦、うん、まあどうなるんでしょう、楽しみです、はい、はい。